今日は大瀬崎。大瀬崎でダイビングだ。伊豆の東の横綱が IOB、 西の横綱が大瀬崎って感じかな。アボカドダイビングチャンネル。東西の横綱についてはよくわからないけど、大瀬崎が人気あるのは間違いない。ちょっと限定しすぎた発言だった。反省。それはそうと、これは何？よく見て、吸盤が見えるでしょ。これはタコです。人工魚礁があるね。何か住み着いてるかな。確か一番上にサンゴの食事をしてるはず。後で見てみましょう。 OK。 下の方に何書いたみたい。なんだろう。赤帯花鯛みたいだね。赤帯花鯛、金魚花鯛は伊豆でもよく見るね。珍しくない魚かもしれないけど、綺麗で華やかさがあるから好きだな。なんかでっかいのが入ってきた。なんだろう、赤帯花鯛じゃないみたいだけど。花鯛の仲間は性転換して模様が変わるんだけど、その途中かもね。去年来た時はもう少しこの中にも魚がいた記憶があるんだけど。なんかこれだと寂しいな。もうちょっとなんか描いてほしい。魚礁の観察の最後はサンゴの食事を見ていきましょう。こういう地道な活動が大切だよね。今年は海水温が高いからかな、うまく育つまでいっていないみたい。やっぱり難しいんだ。だったらなおさら、間違ってもピンで蹴飛ばしたりしておらないようにしないとな。気をつける。あとは出会った可愛い生き物たち紹介します。さっきのが大海馬で、今度はホタテウミヘビだね。可愛い顔してるよね。正面から見つめられると照れちゃうと思ったら、全然見つめられてなかった。こっちのことなんか眼中になかったな。今度こそ本当に最後で、白化したイソギンチャクとクマノミ。去年までは白いイソギンチャクも少なかったし綺麗だなぐらいにしか思っていなかったけど、今年は多いよな。本当に全部枯れちゃうんじゃないかって心配だよね。そう、そして心配しかできないのがもどかしい。これから冬になるので海水温が下がって復活するのを期待しましょう。はい。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。